さんこんにちは、アシスタント背景美塾の前田クスです。皆さんご存知でした？今背景美塾ではこちらオンラインでのオンデマンド背景美塾やってるんですね。このオンデマンドの講座は1時間半のがっつりした講座をいつでもネット上で見ることができる、それがオンデマンドの講座なんですね。今日はこのオンデマンドの中から一つ講座をご紹介したいと思いますね。こちら、これは画面映え季節演出のコツという、そういう講座なんですね。どうでしょう、これ、ほら、差がつく、差がつくなんて書いてあります。差がつくね、もうこの演出方法っていうのが分かってくると、結構皆さんの漫画がガラ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 と変わっていくんですよ。皆さんの漫画よくしたいでしょ、ね、今日はこのオンデマンドの演出、ね、この季節演出のコツ講座ご紹介します。さあ、まずどういった講座なのか簡単にご説明なんですけども、こちら、ね、まあ、概要としましては、背景を演出するメリット、ね、情景に彩りを添える、まあ、そのシーンを盛り上げていく背景演出の3つの効果、まあ、そういったところから始まっていくんですね。さらには季節の、まあ、背景の差分ですよね。朝であるとか夜であるとか冬であるとか夏であるとか、ね、そういったところを結構がっつりと教えてくれる、見せてくれる、そういう講座です。こちらはクリップスタジオを使った講座なんですけども、アシスタント歴が20年を超える講師猪木さんのスペシャルテクニックが見れる、本当にこれはおすすめの講座です、ね。で、まあ、この講座一応ですね、これ対象はこんな方です、ね、背景テクニックが知りたい、季節感や天候を表現した背景が来たいとか、背景の仕上げテクニックが見たいとか、ね、あとはまあ背景演出というものに興味がある、まあ、コロナ禍の一つ何か該当すれば、まあね、背景を描くのが苦手だっていう方にもぜひともおすすめの講座ですから、ね、まあ、ちょっとこう、あ、私どうだろうな、ね、こう気になる方はぜひとも見ていただきたいんですよ。で、講座の流れはこんな感じです、ね、背景演出の3つの効果とはとか、ね、背景を雰囲気で演出するためには夕日、夜の表現、天候の表現、季節の表現、豪雨と雪の制作、実演で、これ実演以外にもほぼ全てがどういう風に書かれていくか分かっていきます。いや、これすごい講座です。僕もこのオンデマンドの講座を1時間半がっつり受けました、ね、で、そのがっつり受けた中でちょっとご紹介したいところを、これちょっと皆さんにちら見せで、まずは演出の3つの効果って気になりますでしょ、ね、今日は特別にですよ、ね、これ猪木さんに許可を受けまして3つの効果をスペシャル感謝ご紹介します、ね、これはもう実際動画の一場面のキャプチャーでございます、ね、で、3つの効果とは何か、心情、環境、時間、もちろんこの詳しくはオンデマンドの動画の中で知っていただきたいんですけども、ね、この演出をすることで皆さんの漫画が心情がより豊かになり、ね、その環境とか時間とかという変化によって見え方が変わってくる、まあ、つまりこの3つの掛け合わせによって、あの、皆さんの漫画がパッと見で印象が変わっていくということなんですね。で、これいろいろ書いてありますけども、ね、まあ、例えば情景の演出として雨は悲しみを表現するであるとか、もしくは下の方に来ると、まあ、環境、季節の演出によって今度は変化、春であれば変化を表現するとか、ね、まあ、この時間帯によっても見え方が違う。で、当たり前じゃんと思うかもしれませんが、この当たり前じゃんっていうのをいかに意識して盛り込んでいくか、その盛り込んでいき方がこの動画の中にいっぱい詰まってます。すんごい、すげえこと考えてるなっていうのがいっぱい詰まってるわけなんですね。さあ、で、さらにですね、こちらね、面白いんですけども、これ夕日と朝日の違いとはというね、ちょっとこうゲーム感覚のものなんですが、もちろんこれはね、写真なんですが、どっちの方が夕日かとか皆さん分かります？もちろん正解はオンデマンドのその講座の中で見ていただきたいんですけども、そういった絵的な情報のその入れ込み方、違いっていうのをすごく事細かに話してくれてる、まあ、それがこの演出の講座なんですね。画面映え季節演出のコツね、さあ、で、さらにですね、ね、もう実際にこのような形で講師の猪木さんがもうこれはね、もうリアルタイムで書いていきます。
この背景がどのようにできていくか、もともとの素材ではあるんですけど、このビルの素材はもともとの素材で、これは皆さんにダウンロードしていただく教材の中に入っています。ここにね、今書いていらっしゃるのは雪なんです。で、雪だとか雨だとかいろんな演出をいかにして詰めていくか、もちろんこれはなんだろう、雪雲とかなんとかっていうのはゼロベースですよ。ゼロベースから始めていくっていうのを実際に猪木さんの手を見ながら、ね、考えを知りながら書いていくことができるんですね。これ本当におすすめ。演出というものを具体的に言うと、なんかどういう感じかな、私背景なくてもそれ演出できてるような気がするという方もいらっしゃると思うんですね。なので僕的にですね、ちょっとこれ演出、この実際のこの流れの中に入っているものではないんですけども、僕自身がですねちょっと考えて、ね、演出やってみました。で、ここに桜を描いてみました、ね、で、先ほどの演出効果の3つの、ね、効果であると、桜っていうのは何かちょっと始まりであるとか、まあ、そういう、こう期待感があるような、まあ、そういう季節なんですよね。で、桜だから桜の花道ってなんかいいですよね、春って感じ、ね、まあ、気持ちがいい春、まあ、日、このお昼ですから、お昼はやっぱり日常的なものの象徴という感じがしますよね。さらにこれフォワフォワなんか入れちゃうとどうでしょうか、ああ気持ちいいし、なんかポジティブだし、ね、いいこと起こりそうかな、ね、まあ、それが背景として見えてる。もしかしたら皆さんがこのコマをない漫画として描いたら、まあ、もちろんキャラクターのセリフなどでここを説明していけるんでしょうが、この一コマが入るとずいぶん見え方が変わってくるんですよね。で、さらにですよ、例えばこれがこんな感じだとどうでしょう、ああゴロ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 してる、なんかちょっとこう少し不安げな感じですよね。ね、演出として何でしょう、始まりの春なのに雨が降ってる、何かそのね、こうウキウキしたいところなのに雨が降る、やっぱりこれってのは演出のひとひねりなんだと思うんですよね。で、こういったものがもし情景として皆さんの手の中でポンと生むことができていくと、多分春でも随分見え方が変わってくるね。さらにはどうでしょう、ここにガーンと雷なんか入ってくると、もうこれは何かね、始まりの予感なのにもかかわらず相当なダメージがあるようなね、何かすごくこうね、期待してたものが断絶されるような、そういった風景演出に見えるんじゃないかなと思うんですね。さらにはここにじゃん、あ嫌いって言われちゃった、あこれどうしようもない、立ち直れない、もうこれどうしようもない、はい、ね、まあそういった演出、ね、もちろんこのコマ以外には皆さんが書くね、何でしょう、そのもつれた、その嫌いに至るまで、もしくは嫌いって言われた後の情景が広がっていくんでしょうが、この一コマが入ってくるだけでも随分説得力っていうのが、なんかそのこう思いが広がる、伸びしろがガーンと増えるんですよね。まあこういったものが漫画の中での背景の演出なのである。ね、さあ、ただこれは僕自身が書いていったものなんですけども、実際に皆さんにですね、この講座の中でマンションに雪を書いていただいたり、実際にですね、このマンションに皆さんに雷雨、まあ、雨と雷を書いていただく、まあ、そういう時間があります。雪と雷雨を実際にライブで、ね、ガーッと書いていくんですね。ただもうこれは 早送りなしの本当にこうライブの状態が見れますので、レイヤーは何を選んで、ね、フィルターは何を使って、効果は何を使っているっていうのが分かります。なのでもしクリスタを使ってちょっと伸び悩んでるなという方には本当におすすめ、一生に一度見ることができればおそらく皆さん作画は変わる、ね、まあ、そういう季節演出のコツでございます。さあ、で実際にですね、ここにどのような工程で描いていくのか、その動画を見ながら僕も同時進めてみました、ね、まずはグラデを貼っていきまして、まあ、雲を入れます。雲を入れてグラデなどを入れて、ね、ちょっとこうどんよりした感じにしていくんですね。でもちろんこれ雨を降らしていきます。雨、ね、こんな感じでチラチラチラ、これはまだ甘い、ね、雨もっと濃い、ね、雨もっと濃い、ね、まあ、こういったものをですね、実際に猪木さん、講師の猪木さんと一緒に進めていくことができます。いやいいです ね、まあ、さらにやっぱりこうちょっと不穏な感じにしておきたい、あ不穏すぎ、ね、でこう不穏な感じにしてですね、やっぱり欲しいのは雷、ドーン、雷のやり方、ここに使ってるブラシの、ね、種類ですとか全てが分かります。
ね、これは僕が作ったというよりも見ながらやったらこうなるってやつですから、もうぜひともね書きたいという方にはおすすめですね。やっぱりでも雷がこうバーンとなってきたらもっと衝撃が欲しい。僕は衝撃バーンってよ衝撃きましたよ、ね、この、ね、ビルのここら辺からガーンときまして、でガーンときたのでガシャーンつって、これあの、ね、あのちょっとこうあの大きくします、大きくしますね、あ壊しちゃったよこれ、あビル壊しちゃってねこれね、ね、こういうのが自由自在できていくわけです。これでしょ、これワクワクするでしょ、こんなのができていきますは、ね、もうだからもうなんかこう気温に乗っちゃうとこれガシャーンとか言ってももうこれは皆さんの手によってできていく一コマですのでね。雷ってどうするんだろう、この演出、あのパースをつけて雨を、ね、降らせるという方法もこの講座の中で分かりますのでね、ぜひとも、ね、こう気になる方はもうこのオンデマンドの背景美塾の講座、ね、ご受講いただければと思います。いやー楽しいですよこれ。さあ皆さんいかがでしたでしょうか、ね、今回ご紹介した差がつく画面映え季節演出のコツはホームページ、アシスタント背景美塾のホームページのオンライン背景美塾の中に入っております。で下の概要欄などから、ね、リンクつけてますので、ぜひよろしければ見てみてください。本当にめちゃくちゃいいですから、これは本当におすすめなんで、ね、ぜひとも皆さん、ね、見てみてください。さあでは今日の背景美塾の動画はこれおしまいです、ね、できればよろしければ高評価チャンネル登録いただけると嬉しいです、ね、ぜひともよろしくお願いいたします。では次回もまた見てくださいね。Thank you.